やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーです。現在5月30日火曜日の午前2時56分ですね。はい、ただいまゴールデンカムイの4期の9話、そして、先ほどの君は放課後インソムニア、8話ですね、見終わってちょっと30分ぐらい時間空いたんで、今ボールめっちゃ練習してました。はい、さあ、それここから女神のカフェテラス8話ですね、 Dアニメストアで見ていきたいと思います。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってくると思いますんで、できればですね、我慢していただきながら同時視聴していただくか、もしくは一回普通に見ていただいた後で、あ、このシーンではこんなリアクションをしてはるんやなっていうのを確かめていただければと思いますんで、お願いします。いきます、3、2、1、スタート。月島流星とか言ってる方やもんね。ダンベル。ここにいるわよとか、ほんまや、ええの。これは、あ、こ、あ、コーヒーか、冷凍やね、冷凍。あかねえ。あ、コーヒーを一生前回の最後ね一生入れてあげるわよって自分で言ったんや。海の家を出すんかな。なんで不可術やねん。なんでこれロボットやねん。バーミス今日一番好きかもしれない。なんやと？パッ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 、トゥルトゥル。ちょっと充電器させます、すいません。トゥルトゥル、パッパッ、トゥルトゥル、トゥルトゥル。まあ今回サブタイトルが海の家やからね、あ、ちょっと角度がもうちょっとこっちか、うん、これやね。アミほんま好きやわ。もうなんかノリがいいし、なんやろね、アホやし素直やしね。こうやっておとり飴ってもんかな、ちょっと検索してみよう。おとり飴、おとり飴なんかな、読み方がわからん。メンバー、あかり、あかねって書いてある。パッ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 、トゥルトゥル。読み方が書いてへんな。運命共同体5月24日発売。あ、6日前なんや。パッパッ、トゥルトゥル、トゥルトゥル。あ、練りやめてもんや、これ。これ読めへんわ。あ、バンドね。結局バンド名どれだろうね。もじゃもじゃひげなんとか。
あ、もじゃもじゃひげがあるね。設営工事。まだあのふわの孫とかごめんがね。スイカのパフェね。スイカ割り。鶴が二等兵。ファミリア零式。はい。ほんまみアホやな。ファミリアゼロ式会はダサいな。お、水着や。そこか、ウイハリ飾る、え、ウイハル飾りみたいになってるやん。対抗してきただけやろ、水着で。やっぱり。キモキモ、長トロさんやないか。長トロ早瀬ね。まあ、隼人が名付けた名前やから。このアルコールで酔ったん？ あ、腹減ったか。
なんといううらやましい光景や。カオス。こんなとこ乗せられてみたいわ。一生ないぞこんなもん。あ、気づいたのね。あかりのことね。もうパソコンはもう3台目かこれ。ハハ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 ああ、スイカパフェね。写真撮んでね。いいわけあるか。こめかみぐりぐり。何でも持ってね。 あれ私も持ってます。あの雑魚師匠さんがカチャカチャやってね。水着写真か。ああ、水着写真？あ、違うか。
ちゃんええ写真やないかこれ。バズった。これかい。まあさすがにゼロ式回にはせんかったな。大概出てるけどねこれ。ああキラリン。いやすごい水着やな。おばあちゃんなの、和菓子屋のおばあちゃんなのこれ。すごい水着やな。いやいや、何歳なのこの人。ホストさんとか。なんか事件起きそうやな。ナンパ客とか。あ、忙しすぎて回らへんや。倒れる？あ、ああああああ、やはり事件が起きたね。何これ、親父？熱中症か。
どういう家庭環境なんかね、これ。なんやこの素直さは。めっちゃ可愛いやないか。なんや今の。動きをつけます。ちょっといてってか。なんやと。それと。そういうのは自分で謝れと。そらそうや。いいね、リホのツンデレ具合がいいね。セクシーアタック、超やめなさい。あ、終わった。なんかこれなんかの曲に出てんねんな、これ。あ、そうか、アミって鈴代亜美さんが、鈴代さゆみさんね、和菓子屋の竹内美恵子さん。あれいたっけ、キャスト内に、ね、大西沙織さんが活動休なんか制限するらしいですね。女神のカフェテラス、キャラクター、あれ大西沙織さんってなんかいいんかだけか、この中には。小野白木か脇あずみさんで、月島里穂が、あ、そっか、山根彩さんか、ちょっと、あ、こ、全然キャスト覚えてへんわ。で、鶴が網が鈴代さゆみさん、あかねが瀬戸あさみさんね、で、青木瑠璃子さんが大川と。そうか、そうやさ、確か1話で言ってたな、山根彩さんとね、鈴代さみさん、そうだったし、久之石椿やん言うて。柴田ありそうやな、これ。リホが山根彩さんね。なんや、リホとその過去。何回もちゃもちゃひげがあるように。あ、また、よし。おー、次回リホの掘り下げか、気になるな。まあまあ、まずは、まあ、海の家を出そうかいうことで、お前らは休みなしだと、盆以外は休みなしだということだったけどね、労働基準法に触れへんか。そこ心配やけどね。まあそんなとこは置いとくかね、アニメですからね。で、とにかく網のバカっぷりがおもろすぎるな。で、また大岡のここの何、何だっけあれ、ハイビスカスカチューシャ、もうウイハル飾りにしか見えへんかったね、とあるね、ここね、ここね、これこれウイハル飾りね、うん、まあそう置いといて。で、なんか最初のロボットになった時に網もロボットになったおもろかったし、もうとにかく幼少期にこの網がアホなことをしてくれるのがほんまおもろいわ。なんでザコ師匠さんが入らしたメガネね、カチャ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 なるやつね、あれ持ってたとか、ガキツカのあれは2004年か、ね、2004年の湯河原の、笑ってはいけない時のね、まっちゃんとココリコ遠藤さんがつけてたようなメガネね、あんなん持ってたりとか、なんでや。で、白木君はまさかの上、アルコールの除菌シートで酔っ払うってね、どういう状況やねん。でも、まあかねはあかねで、まあコーヒー一生入れてあげるわだとか、じゃあ一生入れてくれって言ったわよねとか、
もじゃもじゃひげガールにしたということで、ちょっとリホはどうやら茜にこう嫉妬を持ってるという、これ無自覚の嫉妬なんかな、これは。それとも自覚しとんかな、どっちなのね、これ。いや、自覚しとるからこそあそこで切れたんかな、店でね。何をサボっとんねんと。うん、でまあそのね、熱中症になるまでやっちゃいかんで、それはね。でまあまあまあ、その何、あれは父親なんかな、行かないで言うてガシって、あの抱きついてたのは父親なんかな、分からへんね。まあ言うても8話、来週9話やからね。ちゃんと掘り下げられたんで前回の茜ぐらいやから、あと誰も家庭環境も出てないやんね。来週ぐらいから、これツークールじゃないやんな、あの青のオーケストラはツークールって分かりましたけどね、これツークールじゃないやんな。うん、でまあまあまあね、あのリホに関してはまあこう心配されたことがすごく嬉しかったみたいだから、どうやら家庭ではあんまり心配されへんような感じなんかな、どうなんかね。ね、まああの今回見て思ったのは、ここに乗せられてみたい、また女子の頭ポンってしてみたいですね。うん、はい、ということで、女神のカフェテスの8話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めなく伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマーしてますけども、現在コロナの影響で約3年3ヶ月にわたって仕事がまともにございません。3月3日までに48連休を経験、4月は仕事1本、5月は4本、6月は1本、7月1本、8月1本、9月以降0本で、10月以降はインボイス制度というものがスタートしますので、確実に収入は減ります。はい、そんな中なんで、まあ、アニメのリアクションね、一応一生懸命やってるんですけれども、まあ、残念ながら再生数が鬼のように2桁ばかり、チャンネル登録全く伸びずということで、まあ、去年の4月25日に、メンタルが粉々になって、もうリアクションやめるという動画を出したんですけども、まあ、皆様からの熱い応援をいただきまして、結局1日まで済むことなく、1160日、今日までずっとやってます。ただし、おととしの8月18日から2020年4月頭にかけて、約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自ら手で削除させられております。まあ、そんな地獄を乗り越えてやってますけども、2009年4月から使っております、このパフォーマーとしてのチャンネルでアニメのリアクションを始めてしまったので、昨年の9月の14日にもう1個、パフォーマーとしてのチャンネルを作ってですね、分けましたので、ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本動画投稿します。 URL を説明文載っけてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録をいただけると大変助かります。はい、ちなみに再生数2桁ばかり、チャンネル登録全く伸びず、もうメンタルはずっと粉々のままです。やめとるってしょうがない、まあ、そう思いながらもね、気合と根性だけでこのアニメのリアクション活動を続けてますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、で過去のアニメのリアクションは再生リストの作品別にまとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。